川の維新が凋落の兆しを見せ始めた将軍家慶の頃、外様大名薩摩藩を中心に西国十三藩が不穏の動きを見せ始めた。時の老中水野忠邦の命を受けた武部千十郎はこの暴義壊滅を急いだ。なぜか江戸を後に西へ向かう無頼のと眠り京四郎は知らず知らずのうちにその火中に巻き込まれていた。眠り京四郎と覚えておいていただこう。